ジャンボこころチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。重大発表です。実は我々こころのホームページができました。バッパバッパバッパ来ました。こころもね、いろんなことをやるようになったじゃないですか。そうですね。いや、こころって YouTube チャンネルでしょっていうだけじゃないわけですよね。まあ、っていうか、もともと飲食店をやってて、YouTube チャンネルで料理番組やってて、料理の本とかも出してて、調理器具のプロデュースもしてて、でいろんなところの、 企業さんのプロモーションをやったりもするっていうのを、こう一言でこうやっぱり説明できないし、こうパッと見れるやっぱりホームページあった方がいいなって思ったの。まあ、ちょっとずつ更新しつつ、ようやく形になってきたね。そうですね、うん、やっと発表動画を作ってもいいかなという、そうなんです。来まして、まあ、さっき言ったように我々こころが何をしているのかっていうのがこう書いてある、うん、であとはまあ大西のプロフィールとかね、あとは運営会社がどういう会社なのかとかっていうのがまず分かるっていうのと、せっかくホームページ作ったということで、オンラインレシピのページを作ろうと。今までやっぱり動画見てみんなお料理作ってたと思うんだけど、ちょっと見返したいなとかっていうのあるじゃないですか。あの分量だけちょっと見返したいなとか、そういう時にそのオンラインレシピのページをちょっと見てほしい。まあ、そっちの方がこう整理されてて早くこうパッと見れる。しかもね、 YouTube でさ、あのわざわざじゃあこころ唐揚げってこう検索するの大変だなとかさ、じゃあこころで作った料理の中で、あのどういうのがこうあるかなとか、すぐこう 見られるように使いやすくしていこうかなって思ってます。でレシピはあえてめちゃめちゃ詳しく書いてないから、簡易的っていうか何々をして何するぐらいの最低限のこと書いてて、で詳しく見たい場合は動画を見てくださいっていう風にしてある。これいいよね。そのレシピをその作った時に、まあ、例えば俺がどんな動画見て勉強したかとか、他の動画だったらあのこういうところが参考になるよとか、まあ、例えばリュウジさんのこれなら、まあ、こういう風なのがあっていいよねとか、俺なりのこの見解とか感想とか、そういうのを大西メモっていうところに、ね、書いてありますから、それもまたね見ていただくと、動画で見るプラス一つの、まあ、理解度がまた深まっていくかなと思います。でこれからもいろんな料理更新していきたいし、まあ、手動でやってるんで、こころでね、もうあの何百個も料理作ってるんだけど手動でやってるんで、なかなかあの一気にもう何百バーンって開けることできないんだけど、ちゃんと大西メモもね毎回書くし、あの一生懸命更新して、まあ、例えばね誰うまくんのホームページだったりね、リュウジさんのあのホームページだったりみたいに、まあ、分かりやすいオンラインレシピのサイト、オンラインレシピはオンラインレシピ見ていこうっていうような意義のあるものにしていきたいなと思いますので、皆さんあのご意見とかあったら、まだ作ったばっかりなんで、いろんな意見をぜひですねこちらの動画のコメントに書いてみてください。こういうのがあったらいいなとか、なんかこういうようなねジャンル分けとかだと面白いねとかあったらぜひ教えていただきたいですね。オンラインレシピの方でしか載ってないものとかもありますし、うん、そうなんです、そうなんです。あとはね、今回のオンラインレシピ完成までにですね、うん、もちろんあの外注のその制作会社の、方にもご協力いただいてなんですけども、はい、あのオンラインサロンのね、皆様にも大変、いやそうなんですよ、ありがとうございます、ご協力いただきましてありがとうございます。はい、こころクッキングラボっていうねオンラインサロンをやってるんですよ。そうなんです、はい、こっちもね実はみたいな感じなんですけど、うん、そうなんですよね。70人ぐらいで少数精鋭でやってます、少数精鋭でやってますまあまあみんなでね、まあ、雑談したり月1回ねオンライン飲み会したり、うん、おじさんがカードゲームで遊んだり、うん、しながら、ね、そうあのかなり専門的な内容のこう料理についての話題とかもあったり、まあ、なんだったらねお料理料理上手な人とかいっぱいいるからね、うん、いろんなこういう論文にこういうこと書いてあったんだけどこういうふうに思ってるとか、なんかそういうかなりこう料理についてすごい深い理論的科学的な話とかもしてるからね、ぜひ興味ある人は見てみてほしいなって思いますね。そしてですね、これホームページの、いや僕はねこう目玉コンテンツの一つだと思ってるんですけど、電子レンジで正確な火入れができるんじゃないかっていう話をしてね、でそれをこう実証するために、まあ、お米炊いてみたり、じゃあその電子レンジを何ワットで何秒温めたら何グラムの食材が何度から何度に上げられるっていう計算式を作ったって言ってたじゃん。それをね公開します。計算機として、そうですね、こころ電子レンジ計算機、動画ではできないことですからね。いやそうなんだよね、全部質問に返すことはできないし、重さも違えばさ、はい、環境も違うから、はい、全部に対応した記述ができなかったんだけど、うん、いやそうなんですよ、今回このページでね、可能になりました。いやそう、まあ、みんなねまずねちょっと見に行ってほしいんだけど、そしたら食材何グラムで初期温度何度で何度に温めたいんだったらって言ったら、計算するっていうとこピコって押したら下のところに何ワットなら何分何秒って出てくるから、それの秒数通りやったら結構誤差はね
もちろんレンジの性格とかもあるし、いろんな状況があるから誤差はあるけど、だいたいいいところ行くんだよね。それがあれば、肉まんちょっと熱々にしすぎたくないんだけど、ほどほどに温めたいとかねそういう時とかにこう使えたりするから。さらにレンチンレベチ飯、みんな買っていただいたあの本は、それを利用して食材を何度に温めて、じゃあその後何度で何分調理したらこういう風になるよねっていうのを、あのレシピにしたものだから。電子レンジを調理に使う際とかは、レンジ計算機を使うことで感覚だったところを答えにたどり着くのが早くなると思うな。ちゃんと作れるのがね。そのページブックマークにしたり、携帯だったらあのホーム画面に追加っていう風にしてたら、あのそこすぐ行けるから。だからね、ちょっとした時に料理しながらもできるし、ここからがすごいんだけど、これ手使うじゃん。だけどなんとね、声でその電子レンジ計算機が使えるんですよ。でこれね、ココロクッキングラボのね、イノエルさんっていう人がね作ってくれたんだけど、 Google アシスタントにね、ココラボレンジにつないでって言ったらやってくれるから、ちょっとやってみる、うん、Google Nest Hub OK Google、 ココラボレンジにつないで。すみません、あ、よくわかりません。あのね、今ね、オレンジにつないでって聞かれてた通知の問題です。ココラボレンジにつないで。食材は何グラムですか？500グラム。食材は何度ですか？20度。何度に温めますか？70度。何ワットの出力ですか？600ワット。食材 500g を20度から70度まで 600W で温めるには3分4秒です。ココラボレンジを終了します。いや、これすごいからね、はい、すごいよね。そう、うん、iPhone でも Android でも、うん、Google アシスタントがあれば、はい、このスマートスピーカーとなくても使えますから。そうなんですよ。今あなたの Google に話しかけてみて、ココラボレンジにつないでって言って、ぜひ試していただきたいですね、はい、いや、これ面白いよね。これもね、またね、先ほど のオンラインサロンの井上さんがやってるわけとか。いやいや、そうなんですよ。いや、それがまたすごいですよね。いや、だからさ、いや、IoT 化じゃん。料理をさ、IoT 化しようなんて考えるってさ、いや、いかにも心ガチ勢らしいよね。いろんなことできるといいなと思ってる。お買い物メモとかね、はいはい、うん、作ったりさ、あとね、井上さん作ってるのはね、あと、あの冷蔵庫に入れてる食材のこう賞味期限のリマインダーを言葉で自動で作ってくれるやつとかね。なんかそういうのも、あの形にしてって、ココロのホームページとかでもね、またみんなで使えるようにしてったら面白いなって思ってます。今の時代だからこそできる、また料理のね、楽しいを増やしていければなって思ってます。ということで、ココロウェブホームページの名前、ココロウェブでございますので、皆さんぜひ見てみてください。そしてあのウェブレシピもね、更新していくんで、あの SNS 見て更新したらお知らせしますんで、こちらもぜひよろしくお願いします。 Twitter のフォローよろしくお願いします。はい、ココロウェブ詳しくは説明欄によろしくお願いします。チャンネル登録とグッド評価もぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。電子レンジは新時代の調理器具だ。水 1g を1度温めるのに電子レンジで正確な火入れっちゅうのができるんじゃない。ということは料理ほとんどレンジでできるじゃん。レンジ弱とか 200W にも意味あったんだよ。煮込みと蒸しはレンジでいける。歴史変わっちゃうかもしんないね。今改めてこの言葉を言える。料理は温度、料理は科学。俺はそう信じている。コココロ大西哲也のレンチンレベチ飯、好評発売中。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で。